ここだと自由の女神もあるしフジテレビも見えるから何でもあるじゃん。はい、もう2つ担保されてます。戸田さんです。久しぶりです。ガチ出演はいつぶりだ。なんか飛んだこれなんか飛んだ飛んだっすか。3ヶ月ぶり年ぶりもしかして年単位やば。ちょっと一応調べておきますわ。1年ぐらい出てない小田さんでも、うん、試合とか練習動画上げると小田さんどうなってんの、ああ、なるほどね、っていうのが来るね。よく覚えてるねみんな。すごいっすよ。それにちゃんといいねとかもつくから一、人じゃない求められてるニーズに応えてもらうね。それは需要と供給をね。じゃあしっかりそれは出していきます。今日はあのお台場に来てます。そうお台場に来てます。ただ映えたい。緊急事態で、うん、うちのチャンネルで今練習動画が伸びないで、何の動画が一番伸びるかというと話してる動画が一番伸びる。有意識問題なんですよ。みんな疲れてきちゃったのかな。疲れてなんか休憩したい。なるほどね。僕の最近の動画で一番バズったと思うのがデート動画です。おーデート動画。今日は戸田さんとしっかりデートしていきたいなと思います。見たもん前デートしてたやつ。あ、どうでした。普通にそう楽しそうだな。ええなと思いながら見てましたね。シンプルに楽しいんですね。やっぱなんかやっぱり、まあ、陸上やってる時も楽しいんです。記録出てみんなからすごいねって言われるのも嬉しいですやっぱり、うん、そのためにやってる部分もあるんだけど、やっぱりロケーションロケ楽しくないといけない。心の底から楽しまないといけない。今日は楽しみたいですね。ランチして散歩してカラオケも行きます。カラオケも行きます。父さんイメージと違くないですか。嘘、うん、今日この服擦りすぎて去年もこれ着てた。去年も着てたっけ。去年も着てた。まあじゃあちょっと歩きますか。1年間ぐらい出てなかった桑田さんの近況報告で何をしていたか聞きたいっすわ。俺もあんま聞いてないからまだ。じゃあ教えてください。ロケーション本当に素晴らしいですね。超綺麗だもん。はい、こんな感じです。ほんまや。行きましょう。よし、はい、じゃあちょっとあのうちのチャンネルでやれるやつが聞きましょう。参りましょう。お願いします。せーの、いきましょう。言わなきゃちょっと恥ずかしい。恥ずかしい。頑張って頑張って。いきましょう。参りましょう。ダッシュで行こうぜ。一旦ちょっとランチ行ってきたので一回そっちの動画挟みます。どうぞー。動画回った瞬間何も喋らんくなっちゃう。久々で緊張しました。久々で緊張しました。お疲れ様です。すみません、お昼から失礼します。その後走るからね。まあでもこんなん飲んだうちに入らないし多分汗で出る全部。携帯の裏見してもらったんですけど見してもらっていいですか。なんなんそれ。プリじゃない。プリじゃない。プリクラじゃない。溶けかし込むのが流行ってる。あ、そうなんだ。コンポでセンスあるわ。これ入れたいがために透明にしたもん。めっちゃうまかったですよね。海海、サマー行けます、サマー行けます。なんか海嫌いそうだもん。だってこれさ、あれでしょ、暑いとこいるとジンマシン出るでしょ。あ、そう、ジュイン出る。ジュイン出るよね。東洋大学さ、みんなさ、練習してる時さ、上乱になってましたけど、小田さんは脱がないとかじゃなくて、脱げない。脱げないんだよね。ジュイン出るから。なんか攻撃力とか上がるんですか。いや、上がるよ。普通に会場バス乗り場のあたりにいるんですけど、2年前か3年前ぐらいに彼女とここ来たんですよ。あー、ごめんなさい、元カノ。かわいい。元カノ。かわいい。ここに若手 TV って知ってます。聞いたことない。若手 TV って聞いたことない。ちょっとまだ存じ上げない。あの学歴をこういじる2人組のチャンネルあるんですけど。やだな。あ、そうそうそう。アンチも多いながらもチャンネル登録者数多いんですよ。人気なんだ。そう、人気なんですけど、その人がこの辺でロケしてて歩いてる人たちに声かけて、あ、その学歴を聞いてくみたいな、うんうん、いう企画だからめっちゃ頑張ってて。めっちゃ声かけてる。そうそう。で、僕は誰一人成功してるの見てなかった、その時は。マジで。そう、あの裏にはすごい頑張りがあったんだなっていうのは。はい、ちょっと見とこう。海の方来ました。僕のあんまり得意ではない海。海ですね。お台場の海ってマジ汚いから最悪ですよ。どう、どうですか、どうですか。その距離で分かる汚さ。ちょっと行ってみてください。行ってみてください。いや、違う。確かに今の俺が悪いよ。うわうわうわ、汚い。汚いね。でも海だよ。バカそう。バカそう。まあちょっといつの動画か覚えてないんですけど、うん、まあ、それ以来出てない。出てない。体感1年ぶりぐらいっすよね。スパイク買った時でアディダスの。めっちゃ前じゃん。だってその後すぐ怪我したやん。怪我しっかりした。したね、練習で。スパイク履いたら走りたくなるじゃない。履いて走ったら普通に右半分行って。普通に右半分行った。気づかなかった僕も全然悪いんですけど、うん、前よぎった人がいた。ちょっとブレーキギュッてしたら、あいてててててってなってターン終了。最悪や。まだターン回ってきたよ。ずっとバサカソ。ずっ
人技がそう。だからね、あの皆さん、小田さん見てスパイク開いたら止めてください。頼む。小田さんは出せちゃうから、筋力を守れる体は絶対必要なんですよ。ちゃんとウェイトとかしたいんだけど、うん、都合のいいジムがいない。都合のいいジムいないですよね、近くにね。あんま良くなかった。何が？都合のいいジムは必要ですよ。いるよね。必要ですよ。そう、帰り道とか家の最寄り駅とかの近くにあるかないかっていうのはあれしかないもん。チョコザップのトレーニングしかできないやつしかないです。ちなみに俺チョコザップから案件来たけど、なんで、あの舐められたね。ちょっと舐められたね。ザップはマジでダイエッターの人たちというか、その運動し始めの人たちに持ってこいですね。鍛えるって感じじゃないですね。バーベルをね、うん、落としたいんですよ。落としたいんだよね。ガシャーン言わせたいんですよね。バシーン。そうそうそう。どこでできるんだろう、ああいうの。1年間は怪我で走れなかったと、うん、シンプルにやる気せっかく出てきたのに。びっくりしましたよ、その久保田さんが、いや25やったら30切ったわみたいな言ってなかったっけ、かましたら出たわみたいな。かましたんだみたいな。そういうかまし方はいいね。25とか多分怪我しづらいんで。あー確かにね、うん、出ても12秒とかの出力なんで、うん、これが大変なんですよ、ね、すんませんね、申し訳ない、ちょっと腕死んじゃって僕。重いな、こんなことを初めてやったから。 YouTuber みたいなことをご無沙汰しております。でその後、うん、5月中旬に僕が東日本実業団前ですね、あの僕が肉った時に小田さんと小田で練習したと。あれぶりか。そうですね、あれぶりなんで。あん時も試合前だったけど足痛すぎて小田さんがその後バカ飲みしたもん。なあ、飲んだね。飲んだっすね、結構。あ、ダメなんだってこう。あん時分かったから。試合前の人ではなかった。なかったっすね、間違いないです。確実にちゃんと11秒6でした。いつ試合出れるかな。そう、だから僕も今怪我中なんで、小田さんもね、やっと怪我治ってきて、これからちょっとまだ徐々に上げていくって段階だから、今シーズンあり得るのは実況登録ない大会で小田さんが 100m 走るかとか。ああ、なるほどね。はいはい、まあそういう大会結構あるんで、いろいろ。あ、そうなん。ありますあります。今年はまず小田さんと一緒に練習頑張りますっていう年になるか。そうなんだよ、ちょっとね、だってほらやっぱ体できてないから、もう左でね限界だもんでしょ、うん、違う、それね、あの練習しなくてもいい。で僕も10秒7とかまで走っちゃったんだよ、うんうん、ね、そうだよね。そうそうそう、だから小田さんと勝負っていうよりかは、小田さんが10秒9出るまで付き添いたいというか。ああ、はいはい、そうそう、小田を10秒プログラムって言ったら、もうウエイトさせるだけで出るんだけどね。ちょっと右肩いって。ちょっと海辺で座りますか一回。そう、一旦ね、うん、熱っ、お尻頑張ってください。3分いやー、熱っ熱っ、気にしてください、ちゃんと。無理だ無理だ。見汚ねえし。誰にも見えてないし。何見えてないか。何の話しようとしたんだっけ。10万人いったのは小田さんのおかげなんですよ、本当に。で、未だに2番3番5本指にまず2人いるんですよ、小田さんが。うん、小沢が2ついるんで。そんなありがとうだね、まあ、そんなみんながかっこいいって言われたら切りたくなるか、そりゃ。そんなんね、調子に乗ってしまいますという感じか、小田さんは。そういう感じ一旦だね、うん、また頑張りますとか。走るね、あれがね、なんかいいんだよね、暑いから。本当にマジ危ない、だってあの一回運ばれてるから、うん、俺らのチャンネルで。知ってる人いるかわかんないけど、うん、マジで意識飛びかけた。泣いてたし。泣いたね、うん、普通に。俺あれね、動画回せなかった。回したかった。さすがに心配かかってたかもしれない、その、うん、あんな状態になるの初めてだったから。なんか結構楽しみな飲み会あったんですよ、なんか実は。え、あったけど、どうでもよかった。マジで小田さんの安否が一番気になった。だから間に合ったよ、しかも間に合ったし。甘いな、よかった。最後にガンプラだけ見たいです。ガンプラ行きたいです。ガンプラをデートなんで、一応武田、はい、ガンプラを買う。買ったら結構おもろいっすよね。一番ちょっといかついやつかも。小田さんの影響で寮時代ユニコーン見てたけど、全然面白さ分かんなかった。いろんな映画小田さんとたくさんいっぱい見てきて面白かったけど、ユニコーンだけ分からんかった。めっちゃ面白いっすよね。しかもガンダムユニコーンじゃなかったですか、お台場にあんの。おお、そうだよ、今からユニコーンに会えるんだよ。やった、ユニコーン。いちょっと行きます。はい、ダッシュで行こうぜ。これ等身大ですかね。等身大、顔知らないです。さっきから顔ディス多いな。おーおーおー、いいっすいいっすいいっす。2人で果たしてるから、そこ
はい、クソいじめられてますよ。小学生がこんな短いスカート履くな。いいメガネかけていっちゃう。ドラちゃんはこいつとが押し入れに住んでるって考えると結構嫌っす。結構しんどいね、はい、意志があるんでしょ。何がで水色になったのじゃないですか。あ、そういうそうなんですよ、あの耳なくなって、うん、泣いて水色になったの。どこ映してんの。絶対後悔するって。飲めないんだから全部。今までずっとカフェラテ飲んでたんですよ。確かに僕今これでもうお腹いっぱいですよ。やばもういらないでしょ。美味しかった。タコ系。こんな虚しいコーラ久しぶりに見ました。嬉しいっすか。嬉しいよ。息生を息って呼んだやつは友達史上初めてかもしれないです。はい、素晴らしいです。よく飲みました。寂しそうっす、なんか全部あの右下に行っちゃいますね。無料敷地も配っておりますので、少しでも気になった方遊びに来てくれると嬉しいです。無料敷地もらえます。これからもどん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 成長していらない。東京アイドルフェスティバル東京アイドルフェスティバルということでカラオケ行きましょう。はい、アイドルフェスでした。ありがとうございました。何これ、何すかこれ。取れたかって難しいですね。難しい。ダッシュで行こうぜ。僕を光らせて、君を曇らせた今まで本当に涼しかったもんな。また曇ってきた。やば。やば、すごすごすご。あの今天国にいるということで。12時半に合流して、もうすでに6時半です。オダフィールドに向かっております。なんと走ります。ちょっと走りましょう。でもだいぶ涼しくなって、今なんとまだ30度です。暑いな。あの今日2人だから走ってるとこはほぼ取れません。今日はじゃあ3322151511前でしょうかな。前も一緒にやったことあるんですけど、まあそれゆっくりちょっと鳴らして。鳴らしですね。じゃあちょっとやっていきます。お願いします。ほい。コザさんのパンツゲットで俺の広告全部剥がれます。いやー剥がそう剥がそう収益やめてくださいよ。収益剥がしてドンドンドンレレストベンデレル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 ンデたまプリン武田がね、幸せだよな。生きてるってこれ音普通にさっきのカラオケでハンガー盗んでくればよかったんですよ。うわマジでありだったそれ。ゴミしかいない。すごいジャーナリスト。完全に固まるとターボ80人できました。それじゃあ小沢さん頑張りましょうか。頑張りましょう。はい、かっこよ。今セット練が終了して、これから小沢 T がチョイスプリン。かっこいい。いやマジでかっこいい。これやば。あんま興味ないっしょ。
足上がった。いやでもいい感じですね、よかった。あの、出力が出せることだけ確認したので、もうあとダメです。はい、今日はもう終了、終了。お疲れ様でした。お疲れ様でした。運命だと神の